今日の動画でやろうと思ってることはトーーークシショョおしゃべり今日はスキッパーとデイジーに来てもらってあそういえばデイジーは Vlog 初登場だよね。 いらっしゃいデイジーどうもーようこそ流れはこんな感じ <laughs> このボールの中からテーマの書かれた紙を1枚引いてそれについて話すそうそう話したいテーマをそれぞれが考えて入れといたそうこのボールに入れたから今から引くわねで引いたテーマについて話すのえっ、ー、とエネルギッシュあーつまり エネルギッシュな性格の話私が入れたあのね私っていっつも人から「エネルギッシュだね」って言われるの「元気でにぎやかだね」ってでもそれってネガティブな意味で言われてる気もするんだよね元気で活動的って意味で受け止めてはいるけどそういうふうに言われるとうるさすぎるって意味かなってわかるわほら私も些細なことにワクワクしてテンションが上がっちゃうからでもそれが私の性格 例えば姉さんは綺麗な夕日が見えると、うん、私たちをせかして屋根の上に登らせて一緒に夕日を見ようとするよね。<laughs> そうだって夕日が大好きだものだからあなたと同じようにはしゃいじゃうけど改めて考えると元気だねっていうのは元気すぎるってマイナスな面も。ね。 それはちょっと心が痛むな私も時々からかっちゃうし <laughs> さっき言ったみたいにうん、うん、ごめんつい女の子は特にそういう経験をしてるんじゃないかな <laughs> 例えばどういうことほら元気がよすぎるとからかわれるとかまるで女の子は静かにすべきって感じで静かにってほどじゃなくても騒ぎすぎずおとなしくすべきって正直二人が羨ましい。 私はいつも「すかしてる」って言われるけど大げさにさばきたくないなって思ってるだけなんだ本当はただうちに困るタイプ感情を表に出さないだけよねそうそのせいで私はおとなしくてもの静かだって思われてるそのことでからかわれるどうだろうでもちゃんと話を聞いてないとか思いやりがないって思われてるのはわかるちゃんと話を聞いてるし心配してるのに はっきり顔に出てないだけでもそういう風に言われると傷ついちゃうんだよね透かしてるってわけじゃないそう面白いいえ面白いじゃなくて興味深いわ私も人の気持ちに無頓着だって思われる私がエネルギッシュな性格で物事を深く考えないだろうって思うんだけど何周りの人を自分の理想の型にはめようとすべきじゃないわ こうあるべきって勝手に決めつけるとか人の性格にとやかく口を出すとかね例えばわあ元気いっぱいだねとかなんでそんなに静かなのとかそうそのままで何も問題ないのになぜわざわざ言うの性格は人それぞれそれでいいの周りの人たちのこうあるべきって言葉に縛られちゃダメねそうありのままでやエーイ <laughs> そのままであなたらしく <laughs> あのね 二人とも素晴らしいわそのままの二人が好きあーみんなでハグいやーやだ私は遠慮するいいじゃない。いいからスキッパーおいでよ <laughs> <laughs> ピー